こんにちは、ライターの鶴原です。今回はゴルフ用の距離計、こちらの、人気モデルをいろいろ見ていこうと思います。よろしくお願いします。スポナビゴルフの方で独自に集計しまして、実店舗での売り上げ、あとヤフーショッピングでの売り上げなんかを合算して、ランキングをつけました。なので今人気のモデルを今からご紹介していこうと思います。ですがちょっとその前にこちらの、はい、ヤフーショッピングで使えるクーポン情報があります。でどんなクーポンかというと、3月の16日から21日まで使えるクーポンで、くじを引いて抽選に当たるとなんと1万円以上の買い物で5000円分も割り引かれるという素敵なクーポンです。はい、で前回も、クーポン企画とねやったんですけれど、今回は5000円というとても額の大きいものになりました。これスポナビゴルフ見ていただいている方限定です。はい、忘れずにこれチャレンジしてほしいんですけれど、前回こうゴルフクラブには使えなかったんですけれど、今回ゴルフクラブにも使えるし、ウェアにも使えるし、今日紹介する距離計なんかにも使えるものになってます。なのでこれを利用してちょっとお互いものを買っちゃうっていうのもありだと思うんで、ぜひこのクーポン情報見逃さないように皆さんチャレンジしてみてください。はい、ゴルフ用の距離計の人気ランキングがこちらです。はい、全今5モデル出てますけれど、まず1番から見ていこうと思います。一番売れているのがイーグルビジョンの EG プラスというモデルです。これは、今最新モデルが、4というモデルなんですけれど、3の方も、かなり売れたらしくて、シリーズという形で、よく売れているというモデルです。こういったスマホタイプといいますか、こういったモデルですね。でこういったモデルの良さは、僕がつけているこういうウォッチ型がどうしてもこう手につけている、こうやってこうスイングするときに気になるっていう方は、やっぱりこういう、スマホ型の方がいいっていう方も結構いらっしゃいます。これだとポケット入れといて、そんなに大きくもないし、見たい時だけ取り出してパッと見れるというような利便性もあります。あとやっぱ表示も文字が大きいので、見やすいっていうのもメリットです。今お値段がですね、最新のモデルこの4で2万円ちょっとと。でこれおそらくですね、超ペイペイ祭り、ちょうどこの動画が公開されている頃には盛り上がってると思うんですけれど、超ペイペイ祭りでポイントがたくさんつく、なおかつ先ほど紹介したこのクーポン使うとめちゃめちゃお得に買えると思います。なのでこういったモデルもクーポン使って購入してもらえればと思います。人気ランキングの2位はショットナビのボイスレーザーレッドレオです。こちらはですね、レーザー距離計になります。これもヤフーショッピングで見ていこうと思います。レーザー距離計の中では、ちょっとお値段は高めにはなるんですけれど、機能が充実しているというようなモデルです。でよくですね、初めて、距離計買う方の中には、GPS がいいのかレーザー買った方がいいのか悩む方もいらっしゃるんですけれど、予算が許すんであれば両方持ってた方が便利は便利です。僕は実際こういったウォッチ型の GPS の距離計とレーザー距離計というのを両方、使い分けるというか、一つのラウンドで、両方とも使っています。でなぜかというと、こういった GPS のものっていうのは、グリーンまでの距離ですとか、グリーンエッジ、センター、あとバックエッジまで、パッと見てすぐ分かるっていうのが一番のメリットなんですけれど、ピンまで測るときとか、あと、ドッグレッグのバンカー越えるのまでどのぐらいだろう、バンカー縁を測ったりっていうのは、やっぱりこのレーザーの方が手っ取り早いというか、
あの直感的にすぐにパッて当てて測れるので結構早かったりもします。なのでそういった使い分けを僕はしてるんですけれど、最初に、まあ、どっちか一つっていうんであれば、どのぐらいの場所の距離を知りたいか、まあ、本当にグリーンまで知りたいっていうだけだと、まあ、結構お手頃な価格の、GPS タイプでも OK だと思います。でちょっとこだわりがあって、レーザーで高低差も加味した距離が知りたいとか、あとやっぱり見やすい、今見ているこのレーザーレッドレオもそうなんですけれど、まあ、赤色の表示で見やすいのがいいとか、あとまあそういった細かい機能ですねというのにこだわる方はちょっとお値段張るんですけれど、こういういいタイプのレーザー距離計というのを一つ持っておくといいと思います。はい、3位はニコンのクールショットプロ2というモデルになってます。こちらもヤフーショッピングで見ていこうと思います。ニコンの、レーザー距離計クールショットシリーズとなっています。で今はたくさん機種が増えまして、プロ2スタビライズドというのが、一番のフラッグシップモデルで最高機種というふうになっています。はい、でお値段もやっぱりちょっと高めです。5万円前後というような値段になってます。でこれもやっぱり還元率が高い超ペイペイ祭りなんかで買うととってもお得です。なのでクーポン合わせて購入してもらえればと思うんですけれど、でこのプロ2スタビライズドというモデルはですね、手ブレ補正機能がついてます。これニコンのレーザー距離計の特徴なんですけれど、手ブレしやすい方はぜひ試してほしい機能です。あのレーザー距離計ってどうしてもあのうまく測れない方っていうのがいらっしゃるんですけれど、そういった方も比較的使いやすくなっていると。で最高機種でいろんな機能がこのモデルには備わっています。あの覗いた時にですね、こうロックオン機能っていう、まあ、ピンに当たった時にパッとこう緑色の表示が出て示してくれたりとか、で文字は赤色で見やすいとか、あとやっぱりニコンのレーザー距離計なんでやっぱ光学機器のメーカーだけあって、覗いた時の風景がとても綺麗にクリアに見えるっていうのも特徴です。あと競技出る方には便利な機能もありまして、前面にこうランプ機能があって、で高低差を加減算しないモード、直線モードにした時にはちゃんとそのランプが点滅するようになってます。なのでこういったモデルを使ってても競技の時には皆さんに直線モードで使っているよっていうアピールをしつつ使えるというようなモデルです。その割にですね、このモデルって結構小型です。手の中に収まるサイズ感なので、大きすぎるのが嫌だっていう方はこういった小ぶりでなおかつ高機能なモデルを選ぶっていうのもありだと思います。続きまして第4位は、はい、僕が今つけてる私物のこれです。はい、ガーミンのアプローチ S62 というモデルです。こちらはウォッチ型の GPS のタイプ、その中でもかなり高額で機能性にも長けている、本当にスマートウォッチのような商品になっています。これもヤフーショッピングで見ていきましょう。ガーミンの S62 なんですけれど、結構お店によってパッと見は値段に差があります。でヤフーショッピングの中にガーミンの公式ストアも入ってるんで、公式ストアの方をちょっと見てみると、はい、公式ストアの価格が今8万円超えてるんですけれど、これクーポン獲得でなんと6万9800円で購入可能というふうになってます。はい、これやっぱり期間はあると思うんですけれど、なんでこういった値段の差出てくるかというと、円安なんかもあって商品の価格が値上がりしました。なんですけれど、ちょっとキャンペーン的なところでおそらくメーカーさんの方から今までの値段で買えるようにっていう感じで6万9800円で購入可能というふうに今はなってるんだと思います。なので
欲しい時が買い時なんでぜひ、今のうちに購入をおすすめします。でこのモデルどういった特徴があるかと言いますと、この一つの画面でコース図まで表示してくれます。まあ、当然、まあ、小さな画面なので、コース図自体は小さくなるんですけれど、まあ、拡大なんかもできるので、まあ、あらかた、まあ、右ドックしてるかとか左に曲がってるかとか、そういったこともパッと見分かるようになってます。で挽回位置なんかも確認できるので、まあ、これ1台あってば、まあ、十分かなというところはあります。あとガーミンの特徴としては、全世界対応です。もう全世界のコースがもうこのウォッチの中に入っているので、それも頻繁にアップデートもされます。パソコンなんかにつなぐと、まあ、アップデートしてどんどんコース情報も新しくなっていくし、で僕のようにですね、普段スマートウォッチとしても使えます。なので値段高いんですけれど、普段からスマートウォッチとして使いたいなっていう人はこのガーミンの S62 なんかはとっても、まあ、お買い得とまでは言えないですけれど、まあ、十分にコストパフォーマンスはあるんじゃないかというふうに思ってます。そして最後5位に入ったのがブッシュネルのピンシーカープロ X3 ジョルトというモデルです。もうこれはレーザー距離計なんですけれど、レーザー距離計の中でも最高峰です。はい、見ていきたいと思います。はい、こちらです。お値段、はい、ご覧の通り高いです。なんと8万円オーバー。もう本当今レーザー距離計って安いモデルだと1万円前後で買えちゃったりもする中で8万円以上もすると、何が違うかというとですね、これはもうほぼほぼ考えうる機能を全て入ってます。もう高低差はもちろん加味して、表示してくれるんですけれど、それだけじゃなくて気温、あと高度まで、全部加味して、表示してくれます。それ本当に使うのかって言われると、まあゴルファーの気持ち次第なんですけれど、やっぱ冬場になると当然気温加味されるので、そういった情報も入れ込まれるし、ちょっと高地のゴルフ場、例えば標高 800m とかあるようなところに行くと、やっぱり距離表示が海抜 0m のとことは違ってきます。なのでそういったところで何しか一番いいやつどうせだったら欲しいっていう人はもうこのモデル一択って言ってもいいぐらいのモデルになっています。でブッシュネルの良さはやっぱり堅牢性にもあると思います。精密機器なんでレーザー距離計っていうのは僕よく人にも注意するんですけれど、どうしてもこうゴルフ中にパッて測って邪魔だからポイって投げる人いるんですけど、投げちゃダメです。基本的に投げちゃダメです。カメラと同じだと思ってください。中やっぱり精密機器なんで、丈夫には作ってありますけれど、そっと置くようにしてもらえればと思います。で壊れづらくはブッシュネルになってるんで、なのでこういったモデルを買って長く使うっていうのもありだと思います。で最近だとリチウムイオンバッテリーのレーザー距離計なんていうのも結構あるんですけれど、まあ、これは電池式になってます。で電池式は買わなきゃいけないっていうのはあるんですけれど、交換可能っていうのもメリットなので、おそらくこれ10年使おうと思ったら10年使えると思います。なのでこういったものを買って長く使うっていうのもありはありです。はい、でこれ全機種と違う点はですね、スロープ機能の解除のスイッチがですね上部に移動しました。でなおかつロックできるようになったので、こう出し入れしたりとかしてる時にそのスロープ解除モードが勝手に動かないようになりました。なので競技ゴルファーもこのモデルは安心して使い続けられると思います。僕も実際ラウンドで使ってますけど、当てやすい、そして見やすい、
で、まあ、デメリットをあえて挙げると、まあ、ちょっと大きめで重量感はあるっていうところもあるんですけれど、まあ、腰に、ポーチでつけておいても、まあ、そこまでは気にはならない程度の重さです。なので最高峰欲しいっていう人は、超ペイペイ祭りプラスクーポンを使ってこういったモデルを買ってもらえればと思います。今回はゴルフ用の距離計、まあ、レーザータイプのものと、GPS タイプのものと両方ご紹介してきました。で、正直機能も価格帯ももうピンキリって言っていいぐらい、いろんなモデル揃ってます。でどれ買うかは自らのこうゴルフ頻度とか、まあ、ゴルフ小物にどれぐらいお金かけられるかっていうのにもよると思います。まあ、月1回の月1ゴルファーの方も多いと思うんですけれど、まあ、月1回しか使わないものですごい高いものっていうのもなかなか買いづらいとは思うので、まあ、その辺の予算感はですね、皆さんご自身で、合わせて購入してもらえるんだと思うんですけれど、1万円以下のものってやっぱりこの辺りあんまりないので、1万円以上のものだとですね、3月16日から21日までクーポンにチャレンジして、抽選当選すれば5000円引きになりますので、ぜひこういったものを利用してお得に購入してもらえればと思います。はい、今回もどうもありがとうございました。